デイリーテレグラフは1855年に創刊されたイギリスの一般紙サイズの新聞。姉妹誌のサンデーテレグラフは1961年に創刊。イギリスの一般紙サイズの新聞では発行部数は1位。 デイリー・テレグラフ639,578部タイムズ449,809部ガーディアン263,907部インデペンデントから187,43部上記の他3詞と共に高級詞の代表格とされるが、ゴシップなど砕けた内容の記事は他と比べてやや多い。イデオロギー的には、保守に属し、権威主義と自由主義に対しては中道に分類される。 ザ・スペクテーターより自由主義的で、エコノミストよりは、伝統主義的。保守党との関係が深く、個人的つながりを持っているジャーナリストが多い。また、ウィリアム・ヘイグやノーマン・テビットのような保守党重鎮が、コラムニストとして参加している。保守党の有力政治家であり、2019年7月より、首相を務めているボリス・ジョンソンは、テレグラフの出身である。 推理小説作家のヘンリー・クリストファー・ベイリーも同社のリーダーライターだった。同じく保守的な論調を張るタブロイド氏のデイリーメールを擁護しがちだと指摘されたことがある。よって、この新聞はしばしばデイリー通りーグラフやらメイリーテレグラフなどと揶揄される。ガーディアンは2018年、デイリーテレグラフが毎日新聞やニューヨークタイムズなどとともに、 中国政府系の英字新聞チャイナデイリーが制作した小冊子チャイナウォッチを折り込み広告として反布していることを報じたガーディアンはその折り込みの見出しを引用して古典的なプロパガンダ手法と批判し有名新聞に折り込むことで信憑性を借り受けようとしている可能性を指摘している2020年ガーディアンはチャイナウォッチ及び人民網からの引用記事が デイリー・テレグラフのウェブサイトから削除されたことを報じた。デイリー・テレグラフを創刊したスレー大佐は初代バーナム男尺に売却するまでの短い間経営していた。バーナムの息子は初代カムローズ死尺に売却した。その後もコンラッド・ブラックの買収まではスレーとバーナムの家族はこの新聞の経営に関わっていた。1908年 この新聞が掲載したビルヘルム2世の発言記録は論議を読んだ。イギリスとドイツの関係が悪化し、第一次世界大戦につながる世界的緊張感を増幅させた。1937年、伝統的に保守的立場を取り引退将校を主な読者として持つモーニングポストを吸収合併する。当初はカムローズ教は、 モーニングポストとデイリーテレグラフの西平廃を目指して買収したが、モーニングポストの少ない発行部数のため西は合併する。その後解体して、モーニングポストデイリーテレグラフになるが、数年後現在の大事に戻る。タイムズのタブロイドサイズ版発行に対して追随するかについては、様々な憶測があるが、公式には否定している。 2016年のイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票では離脱賛成の立場を取ったニュースペーパーマーケティングエージェンシーハットニュースペーパーマーケティングエージェンシーニュースペーパーデータアーカイブド2009年5月1日アットザウェイバックマシン中島川太郎探偵小説辞典講談社文庫1998年 P418 インサイドチャイナ S オデシャスグローバルプロパガンダキャンペーンガーディアン https w w w s g u a r d i a n c o m ニュース2018ディセンバー07 China Plan for Global Media Dominance プロパガンダサイジンピング2019年4月13日閲覧デイリーテレグラフストップスパブリッシングセクションペイドフォーバイチャイナ、ガーディアン https www.seagardian.com メディア2020エープリル14デイリーテレグラフストップスパブリッシングセクション paid for by China 2021年6月14日閲覧ありがとうございます